モンドブルーイッツは岩崎さんのソロプロジェクトで、彼はもともとね、ノイズっていうかフリーミュージックから来てる人なんですよ。だからフリーミュージックで行き着く果てが電気関係とかそういうギターとか、それをずっとやってるうちに彼はノイズの方へ行ってしまった。で最近は特にもうギターも使わないで、もう発信機だけで、エフェクターだけでね、例えば小杉武久みたいなそういう感じの線もやってるんでね。それは本物の電気の音、あれは結構で面白いですしね。で彼もノイズ系の人ってよくみんなでセッションするじゃないですか。で彼もソロもすごく面白いんだけど、いろんなところでいろんな人とコラボレーションしてるっていうやり方っていうのは非常に面白いですね。